ジャンピエール・アラン・ジャブイユは、フランス人の元レーシングドライバー。1976年、ヨーロッパ F2 チャンピオン。ジャンピエール・ジャブイユ、ジャンピエール・ジャブイル等の表記がなされることもある。フランス F3 やヨーロッパ F2 に参戦し、1976年にはヨーロッパ F2 でチャンピオンを獲得。また、まだ F に参戦中だった1974年には、第9戦フランス GP で、ウィリアムズから、第12戦オーストリア GP で、サーティースから F1 に挑戦。しかし、どちらも予選落ちとなった。翌1975年には、第9戦フランス GP に、ティレルから参戦、予選を21位で通過し、F1 デビューを果たし、決勝も12位で完走した。もともとスポーツカーやカイフォーミュラーでルノーと縁があり、実績を残していたジャブイユは、その後、ルノーの F1 プロジェクトにおけるドライバーに抜擢される。ルノーのエンジン部門だったベルナール・デュドラと開発し、1977年には F1 史上初のターボ車 RS01 が完成。タイヤガソリンにもそれぞれフランスのミシュランエルフを使用するなど、フランス人のジャブイユがドライブすることも含めたオールフレンチ体制が話題を集めた。しかしエンジンはターボラグのひどさに加え、信頼性も低いものであった。初陣の1977年第10戦、イギリス GP では予選21位に沈み決勝でもターボのトラブルでリタイア。1977年はこれを含め、計5戦にエントリーしたが、リタイア4回。予選落ち1回と一度も完走できなかった。1978年は速さを獲得し、予選で3位グリッドを2度獲得するなど上位に食い込むようになる。第15戦アメリカ東 GP では4位に入り自身、及びチームにとっての初入賞を記録している。しかし信頼性の低さは変わらず、参戦した14戦中完走は4回であった。1979年は、チームメイトにルネ・アルヌーを迎えて2台体制となった。車両の速さは前年以上となり、ジャブイユは予選で4度の PP を獲得した。このうち地元の第8戦フランス GP では、ポール・トゥーウィンで自身の初優勝を挙げた。このレースは、フランス人がフランス GP において、フランス製のガソリンとタイヤを使用した。フランスチームのマシンを借り初優勝を成し遂げたレースとなった。また、これはチームにとっても初優勝であり、開発の努力が報われる結果となった。このレースは、アルヌーとフェラーリのジル・ビルヌーブが終盤に激しい2位争いを展開した GP としても知られている。年間を通しては15戦中完走4回と、相変わらず信頼性のないマシンに泣かされる結果となった。1980年も、ルノーから参戦、予選では、PP2 回など、好位置につけ、第10戦オーストリア GP では、予選2位から自身2勝目を記録。しかし、トラブルの多さは相変わらずで、リタイアを連発、結果的にゴールできたのはオーストリア GP のみとなった。また、同僚のアルヌーが2勝を挙げるなどの活躍を見せる中で、チームも、アルヌーよりに傾きつつあったとされる。そんな中で、ジャブイユは、一旦は交わしたチームとの来期の契約を破棄し、マトラと契約。ルノー同様、ターボマシンの開発を担当する予定となっていた。しかし、第13戦カナダ GP でクラッシュし、両足を骨折。最終戦アメリカ東 GP への欠場を余儀なくされるとともに、マトラでの挑戦予定もなくなってしまった。その後、1981年には、リジェから6戦にエントリーしたが、回復が思わしくなかったこともあり、3度の予選落ちと3度のリタイアという結果に終わる。第7戦スペイン GP をもって、チームを去り、その後2度と F1 には戻らなかった。F1 後は、地元、フランスで、スポーツカーレースに参戦し、プジョーや BMW を借り活躍した。また1994年のプジョー F1 参戦時にはチームディレクターとして関わっている。ありがとうございます。